はい、皆さん、こんにちは。コーダです。ということで、よし!クラフトワールド続きやっていきたいと思います。前回はこちらのプレイランドすべてフラワーを集めました。そして、今回は、上の方に行きまして、こちらフォレストランドのフラワー全部集めていきたいと思います。早速行きましょう。まずはどっちが重い?どんぐり広場。こちらのコポチを探していきましょう。3分30秒以内にクリアすることで、ポッチのフラワーもゲットできるということで、3分30秒以内目指していきましょう。さあ行きますぜ、行きますぜ。てんてけてんてんてん、イエスということで、いつもはね、結構夜にこの実況、撮ることが多いんですけれども、今はですね、朝です。朝の8時ちょい過ぎぐらいに、撮っております。あ、なるほどね。こうやって上げていくと。あー、ちょっと、行き過ぎ。行かないで。行かないで。行かないで。ちょっと待って。それ無理じゃないか。もう一回落ちよう。こういう時は素直に落ちよう。さあ行くぜ。で、ちょっとずつジャンプしながら。こんな感じ?おー、調整むずいな。調整むずいな。オッケーオッケーオッケー。でもいけてるいけてる。はーい、はーい。そう、朝だからね、ちょっと声が出るかし。若干心配ではあるんですけど、はなちゃん、はなちゃん怒っちゃった、はなちゃん怒っちゃった。キラですよ、僕はキラですよ、悪いもんじゃありません。今卵がなくて若干心配なんですけど、大丈夫ですか。ここで、おー、階段が出た。はい、あ、ワンワン聞こえる。あ、いた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 。手前に来て、ちなみに皆さんって朝得意ですか。昔はね、結構僕もなんか陸上とかやってたんで、あと朝練とかもねしてたんで、朝結構得意な方だったと思うんですけど、ここ最近はね。そんなことなくなっちゃったかもしれないな。あ、やばい、こんなことしてる場合じゃない、早く次行かないと。さあ、右行きまして、さあ、オッケー。で、さあ2匹目のコポチさん、どこら辺にいるかな。まだワンワン聞こえてこないね。いやー、それにしてもこの世界観、秋ですね。夏通り越してますね、これね。なんかこの上なんかいそうとか。あー、やっぱり痛い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 。よしよしよし、いいよ。さあ、残り1匹。あ、またこれだ。さあ、今度は落ちないように。怖い。あ、なんか、後ろに、あれ、クマかな?なんか、あるけど、あれは探し物で見つけんのかな?あ、いてててててて、怒っちゃった、怒っちゃった。怒んないで、怒んないで。アングリー虫。はなちゃん。何言ってるでしょう。はい、危ない危ない。こちら辺なんかある?なんもないか、なんもないか、なんもないならいいんだ。なんもないならいいんだけど、ちょっと時間が足りなくなってきたよ。残り1分切ってるよ。ん?こっちじゃない、こっちじゃない。手前だ。手前来ての。あ、もう聞こえた。よし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 、3匹目ゲット。で、今度また奥行くのね。はいはい。そんで残り23秒、間に合うか、もうすぐゴールかな。あ、ゴールっぽい。よし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 、間に合った。危ない。オッケー。ということで、はなちゃんもフラワー持ってきてくれました。ありがとうございます。はなちゃんじゃない、ポッチだ。なんで言い間違えた。よし、さて次のコース行きましょう。くす玉アスレチックのコーポッチですね。ここは確か強制スクロールだった気がするな。コポチさん、よろしく。イエスイ。さあ、行くぜ、行くぜ。卵2つぐらいゲットしておいて。危ない、危ない。危ない。ああ、こんなとこか。あ、全然強制スクロールでもなんでもなかった。ああ、こんなコースあったな。これ結構ちょっと、あ、待って、上から行けるのか、こうやって。おお、怖い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 、一気に行っちゃえ、一気に行っちゃえ。はい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 、オッケー。お、ワンワン聞こえた。この中か。オッケー、パカ。せめて落ちてきて。よしよしよし、いいよ。
さあ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 、オッケー、右行って右行って、うんで、どんどん行っちゃってどんどん行っちゃって、オッケーんで、いやこのコースも確かに長かった気がするわ。そうだそうだ、あーモンキーとかいたなあ、待って、これ水落ちちゃダメなんじゃね、大丈夫、こうでしょ、こういう風にこういう感じでいくやつだよね、そうだよね、おお、猿いすぎじゃない、このコースこんな難かったっけ、落ちちゃって大丈夫かな、まあ、大丈夫っぽい、今のところまだワンワンって聞こえてこないね、危ない危ない、ちょっと危ない、でこの中にいるのかな、薄玉、あ違うモンキーだったちょっと紛らわしいですね、うーこんないる、こんな、ちょっと待って、むずくね、よいしょ、こんないたっけ、ほんと、ああ当たるんだそれ、こんなにさパックンチョいた、表でも、こんないなかった気がするんだよな、んで、あれまだワンワン聞こえてこないね、さあ4分以内だから残り2分なんだけど大丈夫、これほんとワンワン聞こえてこないね、この中にいそうでもないし、どんどんいっちゃう、あー聞こえてきてきた、あーでもちょっと待って、これピンク色ってことは2匹目、これ取り損ねてるな、待って待って、これどう取る、どう取る、どう取る、こっちか、ちょっと今から戻って間に合うかな、いや戻れなそうだなこのコース、うわーちょっとでも2匹目見つけたい、2匹目見つけてから先行きたい、あーいたー、こんなとこにいたの、マジかー、ってことで、もう一回最初からやって4分以内目指しましょうかね、よし3匹目、オッケー、あとはゴールするのみ、いやー早く来ようとするとこんなに早く来れるんだな、多分これ2分ぐらい余るぞ、ほいほいほい、オッケーオッケー、さあここ越えて、くす玉くす玉アスレチーク何の歌、さあモンキーを逃げるな、オッケーゴールじゃない、ここじゃないはいゴール、オッケー、場所さえ分かってればやっぱ結構余裕なんだな、よし、あともう一つボス戦があるんですけれども、それは後ほどやるとして、先に、探し物集めていきましょう、6つですね、はい、ではサクッといくぜいくぜ、はいはい、じゃあいくよ、木のネズミ、こんなやつね、バス停の近くで見たよ、結構大きいよ、見つけた頭が当てってんね、バス停ってことはここか、では、見つけに行きましょう、あ、ちょっと待って、クラフトンキットいた、こっからじゃあ撃っちゃいます、おっと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 、オッケー、クラフトンキット見っけ、なんか枝に引っかかってるみたいな感じだけど、オッケー、待って、戻ってから乗っていきましょう、あーいたいたいた、確かに結構でかいわこれネズミなんだ、かわいいね、はい見つけた、オッケー、探し物見っけー、さあ次見つけていきましょう、椅子の、あ椅子で石のうさぎ、こんなやつね、はい、くす玉の森にあったよ、目立たないから見落とさないようにね、はい了解です、あーいた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 、こんなところにはい見つけた、誰が書いたんだろうねあせっかくだからクラフトンキットも探しに行っちゃおうかな、先に、うん、って言った瞬間にいたわ、はーい見っけました、これは分かりやすいかもね、この場所はね、はいクラフトンキット見っけ、さあ次行きましょう、兵法どんぐり、こんなやつを5つ探してみて、どんぐりがたくさんあるところに兵法の顔のどんぐりがあったよん、はいはいはい、まず1つ目ありましたね、あそこ、よいしょ、オッケー1つ目、さあどんどん集めていこうぜ、
ここら辺に2つ目があった気がするなあ。あった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 、2つ目。なんか3つ目ここら辺にありそうな気がするんだけど、見当たんないね。あったあったあった、やっぱりあったわ。はい、手前に OK、 これ3つ目。さあ残り2つ、よいしょ、 OK。 でこの奥に4つ目、もう一つあれかな、駅完成させた後にあんのかな。ないな。あったあった、最後の最後にあった、よかった。 OK、 これで5つゲット。次行きましょう。石の熊、こんなやつね。ちょっと難しいかも。くす玉の森の隠し部屋の中にあるよ。へえ、隠し部屋ってこういうとこのこと。あーいた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 、本当に隠し部屋にいたわ。中じゃなくて外だけどねさあ次行きましょう。木のライオン、こんなやつね。これ見たやつじゃないですか。どんぐりがたくさんあるところでコポチを探してると見つかると思うよ。はい、了解です。あーあったあったあった、いたいたいた、あれライオンだったんだよいしょ、みっけー、オッケー。じゃあ次行くよ。青いキノコ、こんなやつを5つ探してみて。くす玉の森の裏にあったよ、5つ全部集めてね。え、青色って5つしかなかったの。あ、青色いた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 、いたというかあったまず1つ目、はいはい、あった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 、2つ目かなあれ。よし、オッケー、見つけた。あと3つ、あった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 、3つ目、オッケー。下から投げちゃいましょう。オッケー、残り2つ、ありました、残り1つ。オッケー、あった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 、よっしゃー、これで5つ見つけ、ありがとう。はい、ということで5つ見つけました。青いキノコすごいよく見つけたね。じゃあこれあげるよ。はい、フラワーありがとう。180個、結構たまってきたね。これでオイラからのお願いはおしまいだよ。はい、すべてのフラワーゲットしました。お疲れ様でした。おめでとう、フォレストランドのスペシャルフラワーを全部集めたよ。ただガチャまだやってないんで、ガチャ先に行きましょうか。さあ残りいくつかな。5つ、 OK。 じゃあ1000コイン入れていきましょう。ガチャリンコと中身はこんな感じ。あ、どんぐり袋かわいいなはい、ってことでこれでガチャもコンプリート。よし、それではもう一つですね、ボス戦行きましょうか。この先にいるどんな相手だっけ対決くす玉パックン、はい。1分23秒までにクリア、ノーミスでクリア。ツタを2本以上壊す、ツタを2本以上壊すがよくわかんないけど、まあ行きましょうか。さあ行きましょう。まずこれ避けて、あ、はいはい、これ食べて、ツタを2本以上、どのツタ、くす玉、あ、違う違う、間違った、こういうことだ、こういうやつだ、忘れてた忘れてたで、これ落とすんだよね。はい、これで落とす。 OK、 当たる。で、あ、ツタってこれ、あ、違う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 、OK、 2本以上壊したよ。これこれでいいのね。 OKOK、 あ、簡単だ、このミッションは簡単だった。おーっとっと、避けて避けて、危な、ほっ、よっしゃー、倒した。 OK、 普通にやって1分47秒、こっからあと20秒ぐらい縮めないといけないかな。 OK、 頑張りましょう。ほっ、で、ここで来るんじゃない、ほっ、オッケー、間に、あー全然間に合わない、残り2秒足りないか、やべ、当たっちゃった、ほっ、オッケー、あーマジか、 0.64 遅いのこれでも、うーわー超シビア、よいしょ、オッケー、早い、あー遅いんだやっぱりこれでも、ほっ、あ、嘘、あ、ちょっとマジで本当にやられた、マジかよ。まずはジャブ、そしてで、避けといて、オッケー、いいね、いいシロだここまではいいんだな、
難しいのはね、2番目、2回目のくす玉割りがね、むずいんだよな、タイミング。3秒はこれアウト？ダメ？いいの？いい？悪いの？どっち？え？どっちだ？以内だからいいんだよね。以内は入ってるはず。1分23秒も。オッケー！よかった！ぴったりゴール！むしろ逆にむずいんじゃね？ぴったりって。やったー！ありがとうございます！はい、これで全てのフラワーゲットです。ふぅ、お疲れ様でした。いやー、ちょっと朝実況したから、ちょっと声が枯れてきちゃったの。あ、こちらのフラワーもすべてゲットですね。はい。対決クスランパックンのボスチャレンジを全部クリアしたよー。ほんとこのボスチャレンジ超むずいわ。ってことで、今回ここまでにします。次回は、ここか。ぷかぷかドカンの海賊の島とかだから、ここか。オーシャンランド。次回やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで少しでも楽しいと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コウダでした。次回の動画でお会いしましょう。またね。グッバイちゃん。